1日1札幌、札幌土産白いブラックサンダー。さあ今日はですね、札幌、北海道でしか買えないですね、お土産の一つ、この白いブラックサンダーを紹介いたしましょう。まあそもそもこのタイトルからして突っ込みどころ満載ですよね。白いブラックサンダーっていうね、白なのか黒なのかどっちだよっていう、サンダーって何なんだよという感じがして、でキャッチコピーがこのおいしさ直角行って、いやうわーって落ちるんかよっていう感じがしますけども、これね、ホワイトチョコレートコーティングの白いブラックサンダー、有楽という会社が作っています。これ有楽っていう会社は豊橋にあるそうで、この有楽の中の、札幌工場、札幌工場が作っているのがこの白いブラックサンダーなんですね。で、原材料を見ますと、ココアクッキーですとか、砂糖、ココアパウダーなんかが入っておりまして、どうやらこの、白いブラックの、ブラックの部分は、ホワイトチョコに、黒いココアクッキーが、コーティングされているようでございます。で、ここに注意書き、この赤いとこ書いてますけども、ホワイトチョコレートに黒い粒がついておりますが、ココアクッキーです。安心してお召し上がりくださいと。やっぱあれですかね、その、ホワイトチョコレートなのに黒いものがついて腐ってんじゃないのっていうですね、なんかそういうクレームも来るのかもしれませんけども、この白いブラックサンダー、実は私北海道に住んでながらこれ食べたことなかったんです、一度も。お店とかでね、見たことはあったんですけども、食べたことがなかったんで、初めて、中身を見てみようと思うんですけども、これね、いろんなサイズがあるんですが、これはミニサイズでして、12個入りですね。白いブラックサンダーでございます。さあ、美味しさ直角行、ちょっと開けてみたいと思います。白いライジンミニサイズ。はい、ということで、これ、先ほどのその、ホワイトチョコレートに黒い粒がついておりますが、ココアクッキーですって、これを見て、なんか、本当にちょっとだけプツンってやったら、あれカビなのかなって不安がある人いるかもしれませんけども、どう見てもこれはココアクッキーだよなって感じがわかると思うんですけども、それでもやはり、不安があるクレームが来ることもあるのでしょうか。さあ、そんなですね、白いブラックサンダー、ちょっと食べてみたいと思います。こんな。なかなか、もう、本当に、ホワイトチョコレート、白いブラックサンダーというよりも、ココアクッキー、ホワイトチョコレートコーティングですね。これ、入り口の見た目はもう、ホワイトチョコ大会でしたけども、中は、ココアクッキー、あくまでもココアクッキーがメインで、ホワイトが包んでんだよという感じがしますね。もう、ココアの、若干苦い風味が口にあって、これを、これでもかってことね、むちゃくちゃ甘いホワイトチョコレートがガザガザガザッと来てる感じでございますね。これは北海道で白い恋人っていう超ビッグヒット商品がありますけども、やはり白いってつくと北海道のイメージが出ますからね。それでなんかいいかしら、北海道のお土産、白いブラックサンダー、ブラックっていう人もいるかもしれませんが、美味しさ直角行でございます。どんな直角行かぜひ実際に食べてみていただければと思います。というわけで、札幌土産、今日は、ホワイトチョコレートコーティングのですね、白いブラックサンダー、美味しさ直角行を紹介しました。